古源小学校6年の岸田アテネです。今回は、全国学年別小学生柔道大会、沖縄県予選で優勝して、県代表として、今回出場することになり、村長さんの方に訪問に来ました。アテネさん、おめでとうございます。すごいね。今回じゃあこの全国、学年別小学生柔道大会優勝したってことで県代表で選ばれた、全国に行くってことなんだよね。優勝が決まった気持ち聞かせてください。今までやってきた成果を出し切ったかなって思いました。まあ、日頃のねトレーニングの成果ね、すごいよね。お母さん、これちなみに全国大会ってことなんですけど、どこでいつ行われるんですか？はい、8月28日に三重県の方で開催されます。そうなんですね、はい、もうすぐですね。そうですね、はい、じゃあアテネさん、最後に全国大会への意気込みをお願いします。自分よりも大きい相手にいっぱい技をかけて勝ちたいと思います。頑張ってよ。また頑張ったら報告しに来てね。はい、はい、ありがとうございます